では皆様、聖書を改めてローマ書6章にお開きください。今日の メッセージは、罪から自由になった私たち、罪から自由になった私たち。今日のノートいただけましたか？そのテーブルにありますね。6章、さっき読んだけど、今は全部読まないですけど、一言、お祈りをさせていただきたいと思います。お祈りします。天国の愛するお父様、今日こうしてまた、ローマ書をお開きしました、これは本当に素晴らしい箇所です。どうか私は、牧師として、喜びを持って聖霊様に満たされて、御言葉を、説くことできますように用いてください、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではこのノートの始めにというところをご覧ください。始めに、罪に負ける時があるでしょうか？クリスチャンは誰であれそういう時が来るでしょう。しかし私たちは、イエスと共に十字架につけられ、イエスと共に勝利を得ています。この箇所はその素晴らしい真理を教えます。イエス様の十字架ね、私は、もう昔ですけど店に入って、私とペティね、ジュエリーの店に入って、もういろいろたくさんの指輪とかネックレスとかいろいろあったんですけれど、やっぱり日本人は十字架の飾り物好きみたいですね。クリスチャンじゃなくてもね、不思議ですね。そしてそのお嬢さんはこうやっぱり十字架かけてましたね。で、私はお聞きしました。あ、クリスチャンですかと。で、彼女はね、困った顔して、いやクリスチャンじゃないですけれど。そして店長は来て、あのね日本人はこの十字架のジュエリー好きですから、彼女はかけてます、それだけですと。すごく困らせてしまいましたね。ちょっと僕は今振り返ってみると意地悪だったかと。本当に知りたかったかも。行った時は本当に知りたかったと思いますね。クリスチャンですかと。もう大体十字架かける人クリスチャンじゃないともう分かってるはずですけどね。十字架はものすごく深い意味ですから、この箇所でその深い意味は出ると思いますね。十字架の深い意味ですね。ですから、十字架とはただの飾り物ではなくてね、本当に私たちの心の信仰の印だと覚えていただきたいですね。まずローマ数字の1、今日は2つのポイントだけありますけど、2つとももう僕は長く話すと思いますから我慢してよく聞いてください。まずね、ローマ数字の1、勝利者は罪を犯さずバプテスマを受ける。罪を犯さずバプテスマを受けると言いますね。じゃあ1節から5節まで改めて読ませていただきます。ローマ書6章1節から5節まで。それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう？それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはみんな、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちはも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とともに同じようになるからです。
一節から五節までですね。勝利者は罪を犯さずにバプテスマを受ける。A、恵みを与えられたと言っても罪を犯してはいけない。じゃあ、1、これは無法、いろんな言い方ね。無立法主義道徳廃棄論、徳則廃棄論とも呼ばれています。英語ではエンタイノミニズムと呼ばれる教えの、注意である。で2、無立法主義によると信者は罪を犯しても構わない。へえ、じゃあこういう人いましたね。私はイエス様を信じました、救われました、素晴らしいです、もう恵みたくさんあります、神様から恵み、毎日恵みをいただいてます、だから悪いことしてもいい、そんなことはないはずですね。もうそういう人いましたよ。今もそういう人時々いますね。ああ私は救われましたから何でもいい、全部許されてますね、だから悪いことしましょう、バカバカしいね、本当にイエス様はそんなために死んでくださったわけじゃないです。イエス様は罪を許すために死んでくださった。じゃあイエス様は私の罪を許してくださるために十字架にかけられた。じゃあだからたくさんの罪を許す、すれば神様のはたくさん恵みくださるとねいいえ、そうじゃないですね、そんなことダメですね。これは無立法主義。立法とは何ですか？立法、旧約聖書の、いろんなイスラエルという国の法律ですね。だから立法は、ルールとか法律とかね、そういう言い方できます。掟ですね。私たち新約聖書時代のクリスチャンは旧約聖書の立法をしなくてもいい。これは立法主義って無立法主義じゃない。これは新約聖書時代だからね。私たちは羊を飼ってそれを殺して祭壇に捧げなくても結構です。ね、今のユダヤ人はね、鶏捧げる時々そういう時あるね。でも神殿はもうないんです。ユダヤ人も立法を守ることできないんです。なおさらのこと、私たちは立法を守ることできないんです。神殿はないからね、これはその意味じゃないです。私たちは旧約聖書の立法に守らなくてもいいですけど、これはその意味じゃないですね。無立法主義というのは、何だっていい、何をしてもいいということね。うちではいくつかのルールあります。私とペティね。やっぱり子供を育てるとき、ルールは必要ですね。罪から守るルールはあるんですね、例えばね、私は、ペティじゃない女性、他の女性と二人きりにならないように、気をつけてます。ペティも自分の夫じゃない男と二人きりにならないように頑張ってますね、注意してます。これは一つのルール。このルールでは私とペティは普通の人より正しいですか？いえ、そんなことない。ルールでは人間は正しくならないんです。ね。無立法主義によるとルールなんか全然いらない。私たちはそう信じない。ルールは時々いいですね。教会、どこでも店も会社も教会もどこでもルールありますね。昔この教会に来ていた子供たちいましたね。そしてよくソファの上に登ったり、他の家具の上に登ったり、ジャンプしてもういろいろ遊んでたり。ちょっと待ってよルール作りました。ソファの上に家具の上で遊ばないでくださいというルールを作らなければなりませんでしたね。だから無立法主義というのはルールいらない、何やってもいい、罪を犯してもいいということね。じゃあ今度銀行に入って、私は無立法主義ですから上野さんからのお金を下ろしてくださいと言えばやってくれるでしょうか？やってくれないんですね。銀行もルールあるからね。
しかしルールでは正しくならない。ルールは罪から守るということですね。私は銀行に入って上野さんのお金を下ろして自分のものにすれば、これは泥棒ですね。はい、いけないことですね。だからそのルール正しいですね。そのルール何のためですか？罪から守るためです。私は悪いことしないように、その銀行のいろんなルールありますね。教会もまあこの教会そんなにルールないね。この今子供を来てないからね、我々は大人でね、あまりこうもうルールあまりいらないと思いますけれど、無立法主義ですね。許されたからといって罪を犯してもいいというわけじゃないです。私たちの罪はイエス・キリスト様を十字架にかけてしまいました。ですからまあ違う言い方では、私の罪はイエス・キリスト様を殺しました。だから罪やめるべきです。イエス様は十字架の上で私のために身代わりに死んでくださいました。これなかなかね、ある日本人は理解できないですね。頑張っても勉強して、聖書を何年間も勉強して理解しにくいですね。さっき歌ったね、70番の歌詞読みたいです。70番ね、これ素晴らしいですね。これ歌った時に私、あ、今日のメッセージのぴったりですねと思いましたね。70番ね、カルバリの丘へと、まず一節読みます。カルバリの丘へと主は歩み行かれた。罪人の代わりに十字架で死ぬため、素晴らしい救い主、カルバリの十字架で罪人の身代わりに血を流し死なれた。二節、十字架の上から祈られた主イエスは罪人の許しを父なる御神に、素晴らしい見救い、素晴らしい、救い主、カルバリの十字架で罪人の身代わりに血を流し死なれた。三節、褒め歌え愛の主、救い主イエス君、とこしえにたたえよ心を尽くして。素晴らしい救い主、カルバリーの十字架で罪人の身代わりに血を流し死なれた。今朝礼拝の前ね、私たちちょっとあれ話してたでしょ。十字架上でイエス・キリスト様は今自分を殺そうとしている人たちを許されたんですね。実は私たちを入れてくださいね。私たちもイエス様をもう2000年前に私たちはいなかったけれど、私たちの罪のために死んでくださいました。ある日本人はこれ昔ですから、昔ね、ある日本人のご主人は悪いことしましたね。で奥さんはじゃあハイム先生から、カウンセリング受けなさいと言いましたね。私から1年間のカウンセリング受けました、この方ね。もうずっと何回も僕は、イエス・キリストはあなたの罪のために死んでくださいましたよ。あなたの身代わりになって死んでくださいましたよ、と私はもう教えましたね。そしてこの、まあ、なんとかこの結婚は、救われました。この二人はまた仲良くなって、ある日のこと。日曜日の夜10時半頃でしたね。ちょっと遅かったけど、10時頃だかな、ね。ドアはね、ピンポンピンポン、ドアのところに行ったらこの方ですね、このご主人ですね。あ、どうしましたか？あ、ハイム先生、お友達は別の町から来て、そしていろいろお話しして、クリスチャンでしたけれど、そして4時間聖書の話して、私はやっと分かりました。キリストは私の罪のために、私の身代わりになって死んでくださいました、この方言いましたね。ですから救われました。イエス様を信じました。
やっと先生も何回もこれ教えてくれた。私は理解できなかったね。やっと分かりました。1年間かかる。いやー深いですね。私たちの身代わりになって死んでくださいましたってどういうことですか。私たちは死ぬべきでした。悪いことして死ぬべきです。一回だけじゃない、たくさんですね。私たちみんな罪人でたくさんたくさんの罪を犯してますね。その罪のために神様から見れば死に当たるものですね。イエス様はその身代わりに私たちの死の罰を身代わりに受けてくださいました。素晴らしいですね。この真理をね、理解するまで時間かかる人結構いますね。すぐ理解する人もいます。もう多分もし一番、理解しやすい人は一番罪が多い人かもしれませんね。自分は罪多い、どうすればいいですかね。だから数年前にね、日本人のヤクザはクリスチャンになったでしょ。5、6人ですね、クリスチャンになった お話ありますね。本当にヤクザにイエス・キリスト様のことを教えたら救われるはずかもしれませんね。刑務所に行って、刑務所のに入った人々に、イエス様の罪の許しを教えてあげればね、すぐ理解してくださるかもしれませんね。皆さんこれは素晴らしいです。でも続いていきたいですね。ローマ数字の1の B、 バプテスマを受けた意味、3節から5節まで見てください。3節から5節まで。バプテスマの意味なんですか。それでもあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマ、キリストイエスにつくバプテスマ、どんなバプテスマですか。キリストにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。バプテスマで葬られましたか。覚えてますか。自分のバプテスマ、それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。じゃあ皆さん、うちはバプテスト教会で、聖書の文字通りバプテスマは新年浸すバプテスマですね。だから私はこう言います。あなたはイエス・キリスト様を信じてますかと。はい、私は信じてます。そして証ししていただきますね。そして私はこう言います。あなたを今、そして判決出しますね。判決を口に置きますね。それは水入らないようにね。そして今あなたを私の兄弟、あるいは私の姉妹、主イエス・キリスト様の、皆によって、バプテスマを授けします。キリストは死んで葬られたようにという時は、私は体を水に入れます、浸しますね。そして立たせます、すぐ立たせますね。はい、そして蘇られたようにと言いますね。じゃあ葬られたようには水に入るんです。だからバプテスト教会は浸すんですね。この箇所ですね。バプテスマは死んでよ、葬られたことです。キリストは水の中じゃなかったけれど葬られたんです。私たちは葬られるんですね。葬られるんです、バプテスマによって。そして復活します、水から出ます、復活します。バプテスマはそういう意味です、象徴です。この今読んだ5節によると、4節によると、最後のところ、命にあって新しい歩みをするためです。バプテスマとは何ですか。みんなの前で、はい、私はクリスチャンです、私はイエス・キリスト様と共に死にました、十字架で水に入る、私はイエス・キリストと共によみがえりました、水から出る、ね。ギリシャ語、新約聖書のギリシャ語はね、旧約、新約聖書はギリシャ語が言語ですね。旧約聖書はヘブライ語、ヘブル語ね。新約聖書ギリシャ語、そのギリシャ語のよみがえりという言葉ですね。よみがえるという意味は立つ、ただ立つこと。だから
彼よみ復活させたというのはギリシャ語で立たせました。それだけですね。上がりましたという意味ですね。イエス・キリスト様と共に死んで、イエス・キリスト様と共によみがえりましたね。この中もしそういう浸すバプテスムを受けたい方いれば、私は喜んでね、お授けします。いつでも言ってくださいね。バプテスマはそういう意味ですね。この B 見てください。キリストと共に葬られた。これは救いではなく象徴だけである。儀式でしょ。心は信じているかどうか別の問題ですね。ただの儀式ですけど、すごく大事な儀式ですけど、一つ日本人の間違いはね、多くの日本人はそのバプテスマは救いだと思って思いがちですね。日本人はクリスチャンに、いつクリスチャンになったか、私は12月バプテスマを受けましたと言いますね。いや、バプテスマを受けたことによってクリスチャンになったわけじゃないです。イエス様を心から信じたことによってクリスチャンになりますね。本物のクリスチャン、ただ文化のクリスチャンじゃなくて、外面的なクリスチャンじゃなくて、十字架をつけたからクリスチャンじゃなくてね、心から信じてるんですね。これは大事ですね。ガラテヤ書3章、あ、ごめんなさい、あ、いえ、ガラテヤ書3章、はい、3章26節と27節。ガラテヤ書3章26と27、このローマ書に戻りますけれど、26と27を読みします。ガラテヤ書3章336ページです。新約聖書の336ページですね。よろしいですか。26節27節をお読みします。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身にしたのです。じゃあ信仰は心から、それからバプテスマはキリストにつくという意味ですね。みんなの前で私はクリスチャンだという証ですね。そして勝利を得ている、この1の B の3、勝利を得ている。イエス様を信じる者は、バプテスマを受ける者は勝利を得ています。これどういう意味ですか。うちは勝利バプテスト教会、なぜそんな名前をつけました、勝手につけましたが、この教会の初めはね、私はね、いい名前を考えて、じゃあ何でしたっけ、救世主聖書バプテスト教会という名前を付けましたね。救世主バプテスト教会、救世主聖書バプテスト教会、この名前を付けましたね。誰も言えませんでした。みんな口滑って、救世主聖書バプテスト教会、何でしたっけって、もう誰も言えませんでしたね。じゃあこれ良くないと思って、ある礼拝でね、みんな、じゃあみんな、うちは、救世主聖書じゃ、牧師も失敗して、牧師は口すべて言えなかったんです、牧師さえも。じゃあこれ良くないね、もうちょっと簡単な名前も欲しいとね。じゃあ、勝利バプテスト教会だったら、じゃあみんな、こう、クリスチャンの本物のクリスチャンは勝利を得てます。これは、喧嘩じゃなくて、戦争じゃなくて人生で勝利を得るという意味ですね。だから勝利バプテスト教会という名前を付けましたね。私たちはどういうふうに勝利を得てますか。ローマ書、今度、ローマ書8章の37節開いてください。そこを開くか、修法の前に書いてあるよ。修法の第1ページの下に書いてありますよ。
ローマ書8章の37節。ちょっとこの、じゃあこの教会のテーマ箇所と言ってもいいですね。じゃあお読みします。37節。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。勝利者、どういう勝利ですか？私たちはどういう勝利ですか？落ち込んだ時に神様から平安を与えてくださいます、ね、こう失敗した時に神様から慰めていただきます。裏切られた時にまだイエス様は愛している、こういう勝利です。私は小さい時に落ち込んだ時にお母さんいつもこの歌を歌ってくださいました。 Nobody likes me, everybody hates me, think I'll go eat worms, big fat slimy ones, little tiny skinny ones, think I'll go eat worms。 この意味は、誰も私嫌い、誰も私好きじゃない、 Nobody likes me、 みんな僕が嫌い、虫を食べよ、なんで虫かわからないけど、太っている虫も小さな虫も虫を食べよ。でそれを歌ったお母さんを見て僕は笑うしかない。これを聞いて僕はじっといられない、もう悲しいと思っても、お母さんこれを歌ってくれるとき僕は笑っちゃったんです。いつも笑っちゃったね。なんというバカバカしい、虫を食べるかという考えてね、笑っちゃいますね。私たちは勝利を得ることができます。なぜですか？イエス様と共に十字架につけられました。バプテスマによって私たちイエス様と共に十字架につけられて、イエス様と共に新しい歩みをするからね、これはこの箇所の意味、素晴らしい意味ですね。第一ヨハネ黙示録の少し前、第一ヨハネの、5章4節と5節、第一ヨハネ5章4節と5節、新約聖書の終わり頃、431ページね、新改訳聖書なら。4節と5節。お読みしたいと思います。4節。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？やっぱりクリスチャンはやっぱりいろいろもう苦しい時もありますね。大変な時もありますけれど、その中も私たちは勝利を得ることができます。ね。もう悲しみの中、私たちは喜びができます。僕の祖父のお葬式は勝利でした。もうみんな、もう素晴らしい歌を歌ったりして、ね。やっぱりクリスチャンのお葬式はね、昇天式という教会もあります。昇天式、つまり天国に昇ったお葬式という意味ですね。素晴らしいと思いますね。私たちは勝利者ですね。ローマ数字に見てください。罪を犯さずキリストと共に生きる。ローマ書に戻ってください。ローマ書6章の今度6節から10節まで読ませていただきます。ローマ書6章6節から10節まで。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはや
これからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストが死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なられたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。私たちはキリストと共に生きる。十字架の上で、私たちは十字架の上でイエス様と共につけられました。イエス様と共に死にました。イエス様と共に復活しました。この古い人と書いてありますね。6節と7節。古い人。古い人は罪の性質ですね。私たちは罪の性質を持っています。皆さん、開かないでください。もう時間のため、私は読みますけれど。コロサイ書3章9節と10節によると、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人。この古い人ということもまた出ましたね。古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられます、似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。この古い人です。罪の性質、私たちの中に罪の性質ありますね。まあそのアメリカの有名な例はですけれど、あるインディアン族のものね、インディアン族は牧師のところに行って、牧師先生、僕ちょっと困ってる。心の中に犬2匹います。黒い犬と白い犬。白い犬は悪いことします。白い犬は良いことします。黒い犬は悪いことします。で、牧師はこれを聞いて、あ、そうですか。じゃあ、どっちが勝ちますか？その犬、白い犬か、黒い犬か、どっちが勝ちますか？そしてインディアンは言いました。僕が行けという犬は勝ちます。行けと、もし黒い犬に、よし、行けと言ったら悪いことしてしまいます。白い犬に、行けと言ったら、じゃあ、いいことしますね。私たちは自由意志がある。心の中に悪いところはある。良いところはある。私たちは選ぶことできます。今日、イエス様と共に歩みますか？今日、イエス様と共に生きてますか？だったら良いことします。ね、ああ、皆さん、私たちはイエス様と共に生きることできますね。同じ頃最初2章の13節ですけれど、こう書いてあります。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、生かしてつまり、皆さん生きてますよ。生きてます。周りは生きていないんです。僕とペティンが使っているメールですけれど、パソコンでマイクロソフトネットワークというんですね。で、そこに行って、メール見て、そして出る、そのメールのところ出るときに、いつもニュースの、ウェブサイトが出ます。そのニュースのウェブサイトを見ると、もうエンターテインメントのニュースとか、ビジネスのニュースとか、いろんなニュースありますけど、スポーツのニュースとかありますけれど、エンターテインメントのニュースを見ると、もう有名な俳優とか歌手とかニュース出るね。誰々さん酔っ払って逮捕されたとか、誰々さんもう別れてしまいました、結婚の終わりですとか、誰々さん麻薬の問題あるとか、もうそればっ
かりもう読まないんです僕は。題だけ見てやだね、こんなこと読みたくないね。いくらお金があってももう死んでいる、そういう人。いくら有名人でももう死んでいるのようですね。もう死んだようです。あれもう生きていないんです。私たちは主イエス様の喜びを持って生きてます。神様の平安を持って生きてます。私たちはやっぱりキリストによってよみがえりましたね。ですからやっぱりそういう生活すべきですね。生きてる勝利者の生活しましょう。まあ辛い時もあります、悲しい時あります、困った時あります。そんな時こそ勝利者のことを覚えるべきだと思いますね。このローマ筋の2の B ですけど、従って私たちはキリストと共に生きているね。1、キリストと共に十字架につけられたからキリストと共に歩むべきである。ガラテア書2章20節開いてください。これを開いていただきたいです。ガラテア書2章20節これは僕の父の一番大好きな箇所です。父はもう天国にいますけれど、父はこの箇所大好きです。この20章、ガラテア書2章20節新約聖書、新改訳聖書なら334ページです。よろしいですか。ガラテア書2章20節お読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私の父はこの箇所大好きでした。よく言います、よく暗唱しました、この箇所ね。私たちはキリストと共に十字架につけられたんです。キリストと共に死にました。キリストと共に復活しましたから私たちは生きているんです、ね、ある人は麻薬好きでした。パーティー好きでした。アルコール好きでした。この人いろいろもう遊びばっかりでしたね。そしてある日のこと、もう自分が悪い罪人だと気がついてイエス様を信じました。救われました。そして後である若者は聞きました。だっていろんなもう楽しい生活してたでしょ。パーティーばっかりしていろいろ麻薬したとかね、いろんな楽しみあったでしょと言いましたね。そして救われた人はこう言いました。何が楽しみか、麻薬してアルコール飲んで酔っ払って家を出てもう倒れてもう吐き出してもう臭くてもう気持ち悪い、何が楽しいですか。それは楽しくないです。イエス様を信じて罪が許されて部屋の持っている、これは楽しいです。そうでしょう皆さん、ね、やっぱりこれは楽しいです。毎日毎日周りの世界を見て、あの人お金持ってる、あの人有名人の、そんなこともうどれでもいい。イエス様と共に生きるんです。イエス様と共に歩みましょうね。今日も一日中イエス様と共に歩んでくださいね。ではお祈りをさせていただきます。お祈りします。天国の愛するお父様、イエス・キリスト様が私たちの身代わりになって十字架の上で死んでくださったことを感謝いたします。私たちの罪を身に負って
私たちの罪を許すために死んでくださったことを感謝いたします。私たちはみんな この真理を覚えて毎日毎日勝利の生活できますように助けてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では165ページね、ヨハネね、5章、ヨハネ5章、はい、1、2、3節まであるんだけど、はい、4節もないんだけど、これどうなるの。これは写本は違うんですから、あのこの聖書の、基づいている写本はあの、この節だけなかったわけですね。はい、あまり大事な説じゃ、下を見れば、この下を見れば読めるんです、4節。下この死の使いがって書いてあるとこ、そこ、大体、3のところ見てください、3。日本には3節、後半4節として、次の一部または全部を含むものがある。ここですね。彼らは水の動くのを待っていた。これは4節ですね。で、写本はちょっとだけ異なってる。ここだけは写本は違う。だから、そうなってますね。不思議ですね。だから今、あの僕が、この新しい翻訳を作っているのは、こういうところを含む。今、新改訳聖書が抜くところを、私たちの、今翻訳している、この伝承訳聖書はそういうところを含みますから。それは一つ新しい翻訳作っている理由ですね。こういうところを含むためですね。僕の信じる一番いいと思っている写本は、この箇所を4節を含みます。じゃあいいですか。OK。ちょっと難しい問題、ね。